猫のために階段キャットウォークを安く360円で作りました。ご紹介です。全体設計で大事な点は薄板ですが 40cm×40cm としました。最上部ですが縦木を木ネジ4本で支えます。薄板を支えるために板止めを追加しました。それに木ネジです。薄板を柱に乗せます。木ネジはそれぞれ1本で大丈夫です。最後に最下部です。横木でずれ止めです。部材リストです。薄板の大きさが大事です。これらのポイントは段数が多くても有効です。紹介記事をリンク先からどうぞ。猫が上がりやすくなりました。